人間心理学におけるアクセプタンス、需要とは、その人が置かれた現実の状況について、変化や抵抗しようとせずに、その過程や状況を理解しようとする姿である。その多くはネガティブで不快な状況についての姿勢である。この概念は、アックイーセンスに近似しており、これは、ラテン語のア意さイサに由来する。アクセプタンスは、様々な信仰と瞑想の世界において顕著である。 例えば仏教の四体においては、全ての性は苦であるという心理が述べられており、人生の本質は不満足であることを受容するようとしている。ユダヤ教のカバラという語も、アクセプタンスと同意である。マジョリティ側がマイノリティ側を社会的排除しないであろう。社会において、マイノリティ集団は多くの場合、自分たちの目標を需要と表現する。一方、 マジョリティがマイノリティの社会参加を特定の分野のみに限定している場合、少数派を許容していると言えるかもしれないが、需要しているとは言えない。自己需要とは、あなたが今置かれている状況を愛し、満足することである。今の時点の自分を評価し、検証し、受け入れ、サポートすることを自分自身と合意することである。例えば、 あなたが今住んでいる家について問題がないことを自分自身とアクセプタンスすることを考えるとする。あなたは大きな家を欲するかもしれないし、心に秘めた夢の家があるのかもしれないが、あなたが今住んでいる小さな家にも利点がある。だからあなたは今持っている家に満足できるし、また将来の現実として大きな家の夢を見ることもできる。自己需要は、 あなたが現実との戦いに巻き込まれたことによって以前存在しなかった新しい可能性を生み出し新しい人生を導くものである人々はモチベーションの欠如のため自身を需要することが困難である一部の人は自分自身に満足しているのなら人々は自分自身のことを変えようとしないという誤解を持っているしかしそれは違うあなたは 自分自身に不満を感じる必要はないし、好きでないことを積極的に変えることができるのだ。キューブラーロスにおいては、アクセプタンスは、第5の最終段階である。アルコホーリクス・アノニマスの書籍においては、アルコール依存症治療において、アクセプタンスが重要であることを説明している。アルコール依存の患者は、神の世界では、間違いなどは何も起こらないということを受容し、かつ、 患者のその状況は、神に与えられたものであるということを受容するまで、患者は安らぎを手に入れることはできないと述べられている。1、私たちはアルコールに対して無力であり、思い通りに生きていけなくなっていたことを認めた。アルコホーリクス・アノニマス、12の、ステップイスラム教の礼拝ではアッラーフへの幸福を示すアクセプタンスは、ほとんどのアブラハムの宗教において、 協議の中核的基本である。イスラームという言葉は、アクセプタンス、幸福、自発的受け入れなどと翻訳することができ、キリスト教でも、ナザレのイエスを救世主として受け入れる。仏教でも、サティ、マインドフルネスといった概念を持つ。宗教や精神療法においては、その状況が苦痛でありながらも、変更不可能な場合、もしくは大きなリスクコストを払ってのみ変更可能な。 場合ししばしアクセプタンスの道を提案するであろうアクセプタンスは、変更可能性に対しての外交的、行動的なチャレンジの放棄を意味するだけでなく、感じ方、仮説認知、感情状態などに対しても用いられる。キリスト教徒の信仰は、その出来事が、道徳的、正義適切かについて同意することなく、現実を受け入れることを特徴とする。 イスラム教においてはアッラーを行為の存在として受け入れる点についてキリスト教と類似している。ユダヤ教においても613のミツワーにおいて充実した人生を送るための手法として同じような教義となっている。上記の記述においてキリスト教の道徳的な側面が切り捨てられており、神の与えた試練として苦難を耐える思想についての誤解が見受けられる。 信念とアクセプタンスは重なり得るが、しかしそれは非常に多様な形態である。心情の一つとしてのアクセプタンスは自身の人生設計や目標を立てるにおいて重要な要素である。それは生き残るのに必要なだけでなく、日常の人間関係において活用される道具である。一人の人間が彼の友人から受け入れられることは個人の自尊心と幸福に影響することが 示されている。ありがとうございます。